まあ、まず一般状態はね、まあ、最初がうんちが硬い、いつも硬いんだけど硬いなと思いますね。でまあラキサトーンとか食べさせてちょっとずつ普通になってきたかなとは思うんですけどね。はい、はい、まあ、これが様子の感じね。あと毛ね、これ何か、あ、で一回吐きましたわ毛を、うん、吐いたのは一回だけで、あとこれはブラッシングで取ったんでね、まあハンドフィーリングしながら、うん、溶かしてみてください。もう捨てちゃいますねこれはね。はい、じゃあ次続いて血液検査、尿検査の結果からいきましょうか。ドラミマルちゃんは6歳、まあ、臭いですよね、6歳と1ヶ月ぐらいで、まずここからここら辺までは肝臓の働きを見ます。タンパクが、まあこれ肝臓というよりもタンパクはちょっと高いんですけど、ちょっと脱水がある、うん、と思います。まあでも 0.1 だからそんな深刻なほどではないんですけどね。まあお水もよく飲んでると思うんだけど、どんどん飲ましてください。あとアルブミン、AG 比、ビリルビン、GOT、GPT、ALP、ガンマ GTP と、まあ、あとは正常範囲ですよ。次にリパーゼは膵臓、膵炎があったりするとですね、上がったりします。で30以下が正常とか正常でした。で続いてこれ腎臓が引っかかるね。尿素窒素は34.5、ちょっと高いです。でクリアチンは 1.65、 これねでも正常で 1.0 なんですよ。で 1.56 だから、でこのクリアチンで腎臓病のどのステージかを見るんですけど、ちょっとその話をさせてください。ステージ1です。7歳まだ行ってないからさ、このクリアチンで見るんですね。で全く正常化は1以下なんですよ。ちょ腎臓って2つあるから、まあ、1以下の子は2つとも、まあ、100% 働いてると。で今度1から 1.6 未満、この子 1.56 なわけですけど、そうすると2つあるうちの 33% ぐらいしか働いてない。だけど元気あるし、腎臓1個なくても結構元気に暮らせるんですよ。症状もないんですよ。で今度この 1.6 超えてくるとね、ステージ2になってくるんですけど、元気ですわ。だけどちょっと水たくさん飲んでおしっこの量が増えてきます。まだそこまでは症状ないと思うんですけどね、見た感じ。でもそうなるともう長寿になっちゃいそうなんだけど、腎臓の残ってるのは 33-26% 2つのうちで、で今度 2.8 クリアチンが超えてくると、これはもうステージ3になるんですけど、吐いちゃったり食欲が、ね、落ちてきたり血流が悪くなったりしてきます。でも退院、退院はあります。で今度クリアチンが5を超えるとステージ4、こうなると腎臓は 10% から 5% しか働いてないと。でもう腎臓ってね、おしっこを作るだけじゃなくて骨髄を刺激して赤血球を作る働きがあるんですよね。その骨髄を刺激するホルモンの出が悪くなるから貧血が起きてちょっと元気吐きやすいとか、ね、食欲が。でもまあまあまあ水は飲んでくれてるうちはまだ頑張れる。でこれはいずれゼロになるじゃないですか。ゼロになるとおしっこも作られなくなっちゃう。そうすると尿毒症という状況になって、吐いたり下痢したり痙攣が起きたり死んでなくなっちゃうと。で猫ちゃん慢性腎臓病はね非常に多い。でも6歳は早い、7歳過ぎです。だから1.6 超えたらねお薬飲んだ方がいい。でまだ 1.6 いってないから、ちょっとここで食べてた腎臓病のご飯で繊維の多いご飯毎度食べるから、それを出しますから、ちょっとそれ食べさせちゃってください。とそれとあとやっぱ治療は水ね、水をたっぷり飲ませることと、これと、それからまあこの子の場合は毛球症もあるから、体のブラッシングとかラキサトンとかね、それからあとちょっとお口に寄ってるから基本的に流してブラッシングをはやっていただきたいなと思うんで、その辺はちょっと出したいなと思います。で次、ごめんなさい、ここで止まっちゃって、次、脂質代謝、コレステロールと中性脂肪、正常です。次、電解質のバランスを見るところ、ナトリウム、カリウム、クロール、一応正常範囲でしたね。カルシウムも正常です。血糖値も正常範囲。
白血球数6,300いいですね。赤血球数1,133万、まあ、ちょっと多いぐらい。まだ全然貧血にはなってないわけですね。ではちょっとこの辺は飛ばして、血小板、血小板はですねちょっと低めですね。こういう子います。でも具合が悪くなれば上がってくれればいいんですけど、ちょっと低めではあります。低めはちょっと免疫力が弱いかもしれないし、たまたま低めでもあのなんか具合が悪くなればポンと上がってくる可能性はありますから、そこは何とも。T4 というのは、ね、甲状腺ホルモン、これもね、猫ちゃん7歳過ぎてくると甲状腺機能亢進症という病気がありまして、この、ね、甲状腺、もっと猫は下にあるんだけど、ここからホルモンが出すぎる。そうすると甲状腺ホルモンで代謝を高めるから、なんか年の割に目がギラギラしててガツガツしてるというか、うん、よく動くというか、でそれが代謝が高まりすぎちゃって心臓に負担かかって心臓病になったりもするんですけど、まあ今のところその気はないです。まあ、5を超えたら治療した方がいいかなという、うん、甲状腺ホルモンがね。あとはフラリアね、猫もフラリアにかかるんで感染されて、でフラリアの抗原検査も抗体検査もマイナスですね。次おしっこ、おしっこのタンパクですね 0.05、 これ 0.2 が正常だから、まあ全然正常です。だからおしっこのタンパクは全然ですね。おしっこにタンパクが出てない子は慢性腎臓病の進行遅いです、うん、遅い、これがね、うん、だからタンパク尿があったりすると進行が早いし、でワンちゃんは割とタンパク尿が多いんですよ。で猫ちゃんはタンパクになる子は少ないから、あとは高血圧ね、高血圧の子は血圧が高いと進行が早いかなと思いますけどね、うん、まあ1だからとにかくもうお水と食事療法を始めてもいいかなと思いました、うん。次、SA 炎症マーカー、これはですねちょっとだけ高いです。多分ですねお口に酔うから、お口の炎症か、うんちが硬いから腸の炎症か、なんかちょっと体の中に炎症があると。そうめちゃくちゃ高くないですけどね、正常が 5.5 だからちょっとでも高いです。糖化アルブミン、これは過去2週間の血糖値の影響で、これが高い子は糖尿病なんですけど、まあ一応正常でした。あともう一個、胆汁酸、これがね一番の肝臓の働きを見る検査です。で5以下が正常で 3.8 だから肝臓は素晴らしい、いいと思いました。というところが血清検査ね。でついでに心電図検査もいっちゃいますね。